は旅ってこんなもんテレビのタカでございます。はい、本日今日の一品なんですけども、今日で実はね大淀町の方にね旅をしてきたんですけども、僕と込みで、まあ、普段通り旅してきたんですけどもね、地域おこし協力隊のね戸狩さんというね広報部の方にね、今回、紹介していただいていろんな各地を巡ってきました。でその時にたまたま大淀町にある道の駅に寄ったんですけども、その時に買ってきた戸狩さんおすすめの一品でございます。2つ買ってきてるので2夜連続で、大淀町グルメを紹介させていただければと思います。その1品目がこちら、焼き餅でございます。こちらの焼き餅、何が特徴かと言いますと、日韓番茶というねお茶を使っている焼き餅になってます。日韓番茶って何なんだってね、疑問に思うかもしれないんですけども、疑問に思った方、明日の動画絶対見てください。日韓番茶とは何か疑問に思った方は明日の動画をご視聴いただければと思います。でこちら、近畿農政局直賞受賞、近畿農政局直賞受賞、直賞受賞、直賞受賞でございます。ちょっと聞き慣れない直賞受賞。近畿農政局長賞受賞やん。近畿農政局長賞。ほんまやわ。近畿農政局長賞受賞やわ。局長。プルプルする。局長賞受賞で局長賞が今理解しました。確かにおかしいねそれ。はい、じゃあいただきたいなと思います。タビコン TV、 こちら見ていただいたらと思うんですけど、こっちが完全になんか番茶な感じしますよね、色合い的に。こっちは草餅って感じしますけどね。じゃあまずはポピュラーな草餅の方からねいただきたいなと思います。わあ、もっちりするわー。上の部分焼き加減ちょうど良さそうだし、いただきます。あー、しみる。疲れた体にめっちゃしみる。美味しい。はあ、癒される。このお餅、もちろんお餅のそのふわふわ感とかはあるんですけど、そこまでこう口の中でねちゃねちゃこう伸びたりとか残るって感じが少ないお餅かなと思います。でも美味しいですね、とてつもなく。甘さも結構控えめかなと思います。やっぱり奈良県って優しさ出てるよね。甘茶甘さ控えめっていうの結構多いし、誰にでも愛されるような、まあ、だから売れてるからそういうことだね。はい、次こちら、ちょっと色合いが麦茶っぽいような色合いのねお餅いただきたいなと思います。こう見てもらったらあんまり伸びひんねんな。餅ってもっとこばーで伸びていく感じあるけど、あ、うまい。お茶の風味がふーっとくる。うん、これはうまい。ちょうど焼いてくれてるから口の中でその焼き具合、焼き加減が残って、でその食べてる、しっかりといただいてる、食べてますよって感じもしますし、風味がねすごく番茶の後味残るような心地よい感じのお茶をいただきました、落ち着きましたっていう感じがするお餅です。すごく心が癒されるなって思います。いや、これね、ぜひおすすめなんでね、皆さん大江戸の道の駅来ていただいた際に買っていただければと思います。他にもいろんなね、吉野軍なんでね、大江戸もいろんな大江戸以外のものも売ってましたんで、ね、皆さん、ね、面白いと思います。道の駅行ってきてください。はい、本日はこの辺で終わりたいと思います。旅ってこんなもん TV でした。シュー。この動画が良かったと思う方は高評価。